どん、こんにちはか、こんにちは。こんにちは。さっき起きた。おはよう。キーちゃんがね、なんか怒ってんのか、なんか泣いてるよね。インスタグラマーさんって言われてんの、やばい。インスタグラマー、全然まだインスタグラム、そんな始めたばっかなんで。まさみありがとう、結婚してたくさんありがとう。こんにちは。あ、ナミありがとう、思いを届けありがとう。なんかちょっとまだ顔がむくんでるんですけど、やっぱお昼ってまだむくんでるよね。キーちゃんが泣いてる。チチ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 チ。目が。タップありがとう、くまちゃん。ありがとう。セッキーありがとう。ありがとうございます。ギフトありがとうね。あざとくての出演おめでとう、ありがとう。そう、あざとくて何が悪いのの、に出演させていただきます。すごくね、もう本当に緊張したので、見守っていただけたら嬉しい。やしろありがとう、くま。シュートありがとう、結婚して、結婚してハート。あやみちゃんの温かくて何が悪いの、セリフ聞けますか。どうだろう。温かくて何が悪いの。テラサ特別編なので、どこでネット配信、そうだね、テレビ後のネット配信なので、アマプラとかかな。レグルスありがとう、くま。テラサじゃないと見れないのかな、多分そうなので。アイリありがとう、アイラブユー、ありがとう、くまちゃん。テラサ限定はテラサでしか見れない。テレ朝がやってる有料配信サイト、そうだね、有料
かもしれないので、最初の初回何週間無料みたいなやつに入ってみていただけると嬉しいです。配信日がね21日木曜日なので、もう本当にね緊張しました。でもすごい嬉しいお仕事なので、すっごく嬉しかった。来週ツーショットの翌日、あ、そっか、ツーショットの翌日、ツーセンの次の日、次の日だね。ツーセよろしくね、ツーセよろしくね。ツーショット会は本当初の挑戦だから楽しみ。通社で着る服さっき届いた。お、準備すごい。そうだね、あみも何着ようかなって迷ってる。こんにちはあゆみ、こんにちは、こんにちはあゆみ、いいね。ポーズしてだからかっこよすぎ。ポーズ、あれこれこれダメって言われそうだね。そうだね、衣装じゃなくて私服。通社のために仕事頑張るを頑張って、会えるの楽しみにしてるよ。お昼からいきなり始めてるのにみんな来てくれて優しいね。今週サイン会もあるし楽しみ。そう、明日から4日間続けて、すごいたくさんあるよねイベントが。4日連続ってすごくない？盛りだくさんすぎて、4日間ね。しかもそれが終わったら、あ、24日もオンラインお話し会、選手の妻です。おお。で25サイン会もあるしね。台湾もある、スペイベもすごい。なんかもう下旬はもう盛りだくさんって感じだね。めっちゃイベントあるね。なんかすごいたくさんあった。フィーバーだ、フィーバー。サイン、なんかさ、インスタのなんか DM が昨日だっけな、なんかあんま見れなくて、あんまというか全然見れなくなってて、バグなのかあれなのあれで分かんなかったんだけど、今もう見れるようになった。会いたくなるし話したくなるのに、通所しか今のところ予定なくてない。うえうえ、通所でも、通所で実際会えるからさ、直接嬉しいよ。31大阪スペイベ、
通所予約早すぎる予約通所通所と私服でツーショットは星なんよ。やばやば、たくみありがとう、 I love you、 ありがとう。キラン、キラリン、キラリン、テテテテテテテン。今日みんな何するの？いなくなっちゃった、どこどこいなくなっちゃった、どこどこ。ここにいるよ。開始から入会してた FC 財布落としてカード止めてから連携するの直し忘れて大会になりました。強制大会。ピザマンありがとう、クマありがとう。夜からバイト、ファイティン、頑張れ。何のバイト？今日はお仕事ですね。今日うちでゆっくりワンちゃんとたくさん遊びます。かわいい、ワンちゃんとたくさん遊んであげて。やっぱペットってさ、あのペット飼ってる人さ、お仕事とかでさ、こうちょっとやっぱ外出したりするとあんまりこう構えなくなるのかわいそうだよね。今部活から帰ってきた、おかえり。キーちゃん構ってあげてるよ、うなずいてる。構ってあげてるよ。こんにちは、よろしくお願いいたします。何がよ、よろしく。そうね、病気とかになったら大変だよね。肉フェス落ちました。え、落ちるとかあるの？文句言ってるキーちゃんも。そんなんあるの？え、落ちるとかあるの？ペットカメラでおもちゃで遊んでるか監視してるよね。監視するの楽しいよね。とお出かけちょっと長くね、外にいないといけない時とかカメラ設置してキーちゃん見たりしてるけどね。なんかもう丸丸になって寝てるよ。
あれ見晴らし良くない？どう？ホワイトニングはね、アニバーサリーデジタル銀座さんでホワイトニングしていただきました。クマップ、ありがとう。クマクマちゃん、ありがとう。みんなホワイトニングしてる？タップ、ありがとう。クマ、I love you。 笑顔より可愛い気がする。今日めっちゃ喋るね。ご機嫌キーちゃん、キーちゃんがもう代わりに喋ってくれてるのかな。ありがとうねってたまに言ってる、言ってますよね。言ってる？可愛いって言ってる気する。それさ、みんなずっと昔から言うよね。可愛いってどこで言ってる？あゆみが喋っちゃうとさ、喋るのやめそう。そんなことなかった。かわいい。トッポギって言ってる？言った？ね、なんか言葉になったらね、すごい喋る子なんだろうなと思うけど、まあ喋ってるんだけど言葉になってないから、なんて喋ってるのかわからない。キーミーム、インコミーム、猫ミーム。チピチピチャパチャパ、ルピルピ。チピチピチャパチャパ、ルビルビ。これ絶対 LINE の通知は、ね、通知切ってるんだよね結構。タケ、ありがとう。タコちゃん、ありがとう。
通知切るのはさ、例えばレッスンの時とかにピコって言うとさ、ポキポキやってない、あのあのね、なんかね、レッスンの時とかピコンって言うとなんかさ気まずいじゃん。みんな通知オンにしてる？iPhone のシャッター音よく真似してる。確かにそれはよくね、カシャって真似してる。基本オフにしてる。してない。オフだよね、結構オフ多いよね。セッキーありがとう、虹ピラーン。家はもう外はオフね、使い分けたりねしてるよね。タッコの髪の毛ってでタコの足を表現しているのか、今さら気づいて、今かい。そう、これでタコを、ね、表現してますちょ、やばい、ちょっと何してるって感じのあれだったの、ずっと思ってたただ髪の毛持ってる人みたいな。ありがとう。マナーモード、そう、なんかあのブーっていう振動もさ、静かな時だったらめっちゃ聞こえるからさ。結婚してありがとう。ショールームの通知よく見落とす。通知来るよね、配信始めたら来るよね通知。イヒヒする、アイマンの歯が白くて眩しい、眩しいなんかさ、あゆみさ、親知らずが多分生えてきてて抜きたいんだよね。みんな親知らずそのままにしてるよって人いる？あゆみの時見逃せないからね、見逃さないでね。そのままにしてる。去年抜いた？まだ抜いてない。抜くのビビってる、ひよってるそのままにしてるけど抜きたい。痛い？やっぱ痛いの？なんか下の歯をそのまま親知らず、真横に生えてくるって言われて怖い。なんかエミも言われた、真横に生えてくる歯があるみたいな、親知らず。抜いたけど抜いてよかった。そうなの？やっぱ腫れる？抜いたら。なんかさ、なるべく早めに抜かないとダメみたいなやつない？大きい病院で抜きました。やっぱね、病院選び大事だよね。痛かったから抜いた。あ、痛い？やっぱ生えてきて3日ぐらい腫れた。3日で収まる？じゃあ歯並び悪くなっちゃう。え、親知らずを抜くと歯並びが悪くなるってこと？親知らずか、歯生えてる方に向かっていると抜いた方がいい。顔めっちゃ丸くなる。なんかそう抜きたいんだけどさ、あのイベントとかいろいろ入ってたらさ、もうパンパンな状態でこう出るってなるとさ、山見顎がシュッとする。え、小顔になるの？
抜くの全然痛くなかったわよ。3分で終了したわ、早っ。あみだけのまさみありがとう、 I love you。 親知らずなんか生えないっていう人もいるよね。上の歯抜いた時腫れなかった。上の歯は腫れないの？一気に4本一気になんかやばいっていう聞くよね。片方だけいいね。でも片方だけだったら片方だけ抜けば。まだ出てきてないって言われた。出てこないと抜いちゃダメなのかな。上は腫れないこと多い。そうなんだ。下だけ履いて抜きました。なるほどね。ね、親知らずトークが盛り上がってる。痛そう。アイミンみたいな気に行く。真似するな。わかる。どうせ抜くなら一気に来たよね。でもなんか一気にやばいらしいよ。一緒に頑張るか。ね、一緒にどういうこと。二十歳くらいでやっぱ抜いた、なんか二十歳くらいで抜くのがいいみたいな言うよね。歯茎以外から生えた歯どういうこと。樋口奈さん一気に何本も抜いてる昔。そうなんだ。でもまあ一気に抜いた方が効率いいというか、もうそこで終わるじゃん一回で。だからいいよね。みんなのいろんなご意見いただきました。早ければ早いほどいいんだ。なるほどね。ありがとう。じゃあ早めに。美味しいやつは隠しコマンド入れると勝手に抜ける。何それ。なちまさん優しいよね。ね、なひーさん可愛いし、めっちゃニッコニコ、いつも優しすぎる。晴れた時ぜひ見せていただきたい。やだなやだやだ。おたふくブワーってなるかな。で3日ぐらいで収まるんでしょ。まあ3日あればいけるか。4日かかる。1週間ぐらいかかんない。個人差あり。知らんけど、アンパンマンになっちゃう。顔が腫れるってことはこのように石原亜美の面積が増えるってことだよね。助かる。本当？なんかもうじゃあどんどんでかくなっていくか。やだ。親知らず抜いた後なんか何も食べれなさそう。痛そう食べるの。
イコの伊集院まで抜くか。イコの伊集院今年はいつあるんだろう。予想してみんなで。8月、10月。え、去年っていつ発表があったっけ。9月希望希望出してる。いや、みんな的にはもう真夏にしたいのか、ちょっと涼しいぐらいでしたい、したい、開催したらいいとかあるの。夜寒い、7月8月はないと思う。秋ぐらいがいい、ちょい涼しいがいい。確かに。涼しい時ね。いつ発表されたっけ。イコの伊集院フェスやりますっていうのいつだっけ。あ、クリスマス冬にするのいいね。冬フェスいいね。でも寒いか。屋根あるところで、確かに雨降った時とかね、屋根あるところでやった方がさいいじゃん。繋いだ手のひらから月が溢れる。コンビニケーキ、冷めたチキン、完璧ではないけど。あゆみちゃんだやっほセンターステージに近いところで見たい。センステね、シーステいいよね、近いところで見れたら。近すぎてもどう。雨だったらカメコツ見そう。確かにカメラ壊れそう。近いのドキ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 。完璧ではないけど。タタ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 ンタ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 ン。近いの心臓持たない。でもやっぱ近い方がいい。なんだよなんだよ、どっちだよ。君が楽しそうな、どこでもいいよ。君呼びやめて照れ照れ。タタ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 。
いや、キイちゃんおろけしてる。確かにキイちゃん静かになっていきなり。3回配信期待してます。え、いいね。でもそうだな、3回だとちょっとまたってなりそうだから、せめて2回ぐらい今日配信できたらな。これ1回目ね。キイちゃん言いたいこと言ったから満足。やばい、満足や。突然始まるのいい。突然。戦火ゲリラ、ゲリラでも申し訳ないよね。めっちゃ見てるこっちを。予約してほしい。そうだよね、せめて予約はしてほしいよね。目が合っちゃった。ゲリラいつもやん。そうだよ、ごめんって。ゲリラだと急に電話来たみたいな感覚で嬉しい。そっか、ビデオ通話みたいな。時にやって、いやもういきなりこうやってゲリラでやってさ、こうやって配信見に駆けつけてくれるみんなの優しさ、やばみ、感動してる。たまに今ってなる。いつどういう時間帯の時、ヤバみ感動してます。そう言ってくれて、アートの優しさ、やばみ。あみやこうせ、でも最近もうすぐ寝てます。個人的には夜、そうだよね、みんなそのいろいろお仕事とかね、引き出すのがね夜とかだから、だからまあそうだね、夜とか
うん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 、割とでももうね結構頻繁にショールームできてる方だから今月も嬉しいな。暴れ始めた、めっちゃ暴れ始めてる。キイちゃんの出して出してアピールやばい。こうちゃん、みんなは夜更かし大好き組ですか？キイちゃんとツーショット、なんかねキイちゃんとツーショット撮るときはもうほんとね、本当にもう すっぴんというかもうなんかやばいんですよ顔がもうあの寝起きとかでの状態でもうすぐねキイちゃんがファーッとキイちゃんのお家を開けたら飛んできて肩とかに来るじゃん。でもそれをパシャッと撮るからさ本当ねもうやばい顔が。ありがとう。いやもうその写真載せたらね多分フォロワーさんめっちゃ減ると思う。半分減るんじゃない普通に。そんなに。そうだよね、みんなには見せてないから想像がねできないよね。とか言ってめちゃめちゃ可愛いやつ。いやマジでやばいんだよ。やっぱメイクってすごいよね。メイクの力本当にすごいと思う。もうキイちゃんが喋りまくりよ。ハロと散歩してくる。え、お散歩楽しんで可愛い。散歩。平和すぎん。癒された。ありがとう。思いを届け。届いてるよ。ありがとう。キイちゃんはね、何の動物の枠に入ると思う？アイミン可愛い可愛い言わなかった。言った？人間、人、恐竜。アリス。まあアリスとお互い予定合うとき遊ぶ約束を立ててます。あの子本当に可愛い。アリスちゃん、恐竜、ライオン、そう、なんとかなんとかアニマルっていう
枠に入るんだけど、なんでしょう。うちみんこ、キーちゃん刺激されて喋ってます。やばい、対決じゃん、戦いだね。マッチングさせよう。ダンシングアニマル、あゆみちゃんアニマル、超かわ妖精アニマル、かわいすぎるな。あ、くまっぱありがとう、虹ありがとう。正解はエキゾチックアニマル。あ、ヒントあります、ごめん、もう言っちゃった。エキゾチックアニマルっていう。エキゾチックに含まれ、なんそれ、それな、なんだろう、エキゾチックアニマルなんだって。ちょっとエジプト系の鳥ってことかな。エキゾチック、エキゾチック、何エキゾチックって、エキゾチックアニマル。なんかちょっとこう小動物系の枠に入るのかな。一国の情緒、刺激的な、かっけえよ。エキゾチックって言ったら変換でアニマル出てくる。エジプト発、ね、キーちゃん2歳です。ここクラブ DJ してる。キーちゃんがたくさん話してくれて、あ、寝言多分あんま言わないタイプなんだよね。DJ アリスかけ、DJ キッポコ。アリスの DJ。ちゃんとなんかクチクチクチってなるときに一生懸命やってた。あの DJ アリス2周年コンサートの DJ アリスのコーナーのときにすっごい早着替えだったんだけど、過去一の50秒ぐらいで着替えたりしてこうしたっていう、そういうことをしてたけど、なんかちょっとこうステージのね袖でこう待機したりしてる時にアリス見てて、
可愛いって思ってた。あの一生懸命 DJ 頑張ってた。ちーちゃんハスキーボイス。そう？ハスキーな人いいよね声。あゆみハスキーじゃないよね。ちょっとあの低い声だけど。声低いよねでも。レノンの声、確かにレノンの声ハスキーでもハスキーではない。カスタムラブと理想の可愛い自分になりたいの、痛みに願い込めて、ダルダンダダンダダダダンダダンダダンダダ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 。悪魔のキス、うま。チュピチュピチュ。かわいいよね。天使。奈々香さん確かにハスキー。ニア中でハスキーの人いる？ハスキーボイス。タタラタラタルトゥンドゥン。ウォッチミー。ウォッチミー。チュン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 。ウォッチミー。レノンハスキーなのかな？ダメならでも進むしかない。あるチャスね、ブケ。あれじゃねえバキ。なんか言ってる。ちいちゃんそれはそうやわ。おもろい。最近さもうさ外に出た瞬間前髪がブワッと風に吹かれてファッともうなくなるんだけど、どうしたらいいの。ガールズボーイズもみんなどうしてるの。そうだね、あゆみは花粉症ではないので花粉よりもそっちが。わかる、それな。諦める、早すぎ諦めるの。もうヘアアイロン持ち歩いた方がいいのかな。ケープして前髪飛んでく、それな。ケープつけるガチガチに。どのぐらい、何回ぐらいつける。
出た、手を叩くやつ。気合でケープ一本使い切る、盛りすぎ。今日の前髪ね、まだね、これね、スプレーかけてないんだよ。これでスプレーかけてない状態でさ、外に出たらどうなると思う？もうやばいよ、ボハーンと飛んでくか、前髪が。じゃあもうパッツンってしないといけないのかな。次のツアーのタコ紹介、アイミンキーちゃんで全身黄色のエキゾチックセキーちゃん。全身黄色のエキゾチックセキーちゃん。誰かコールしてくれるかな、キーちゃんコール。皆さんこんにちは、私がアイミンです。みんなのハートを抜きに行きました。はい、せーのでーバッキュン。アイミン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 、ありがとう。キイちゃん見ててね。ほなお仕事戻るわね、頑張ってね、お仕事。唐突すぎる、いきなりだね、予告してやんないと。そう、アンナさんがその自己紹介、そう、好きって推しっていう話ね、言ってくれてありがたい、言ってくださって。急に来るキーちゃん。なんかさ、キーちゃんグッズ作って、なんかさ、キーちゃんファン多くない？みんなキーちゃん目当てで来てるでしょ、ここに。あキーちゃん目当てだ。キーちゃん見ててね。バレた、まずい。キーちゃんのこと大好きなんでしょ。もうセットだよね。最後の愛し合おう、やばかった、愛し合おう。あれ迷った、アブソリュートツアーの方の一言もすごい好きだった。あのかっこいい系で、結構まあ可愛い系もやったけど、かっこいい系でね、やってたのめっちゃ良かったな。友人も鳥飼ってるから電話するとき、あゆみちゃんのショールームみたいになる。そう、小鳥さん飼ってる方多い。あ、そう、アブソリュートのツアーのそのタコ紹介だったんだけど、そう、あの2周年の時は自己紹介で、あのツアーの時はタコ紹介で、他のメンバーをこう紹介するっていうのだったんだけど、そうそう、前に紹介してもらって、で最後一言あるんだけど、あゆみので声小せえなっていうのを言ったの。
その一言で。そしたらなんか対面お話し会に来たファンの方が自分のことかと思ったみたいなその方本当に声小さいのねなんか自分のことを指摘されたかと思ったみたいな言ってて笑ったねでもアブソリュートのそのこうニュースから始まる演出本当に好きで、やっぱり本当のニュースかと思ったって言ってくださった方もいたし、もうなんかもう本当にアブソリュートなんか恋しくなってきた。アブソリュートが愛し合う、これまだ許してない、許して許してよ。まだ逃げてる。なんか最後さ、自分たちでさ檻の中入ってったからさ自首したよね。学校の設定も好き、2周年の方も好き。羽田でニコニコしてニコニコで檻の中入ってたの。なんかさ、なんかつかなんか愛ちゃんとレノンとコノアとアイミがこう警察に対してすごい反抗的な態度をとってたのに、最後笑顔で檻の中に戻っていくの、なんかちょっとサイコパスだなっていう。さすが犯罪者って感じだよね。ライブして満足して自習してたそれなでもなんかそのいいよね、設定もすごくいいし、こう絶対警察に言うことを聞きたくないみたいな反抗的な態度いいよね。オラついてて罪な人だもんねそれレノンのさ、あゆみの誕生日おめでとうツイートだよね。罪な人。お店入るんでバイバイ。あゆみもご飯お食べな。ありがとうね、お店楽しんでね。ツアー本当に楽しかった。それな、もう楽しすぎました。鳥の声する、うん、鳥の声するか。ケンタッキー来た。じゃあちょっとなんかあゆみが好きそうなの頼んでおいて、よろしく。そう、キイちゃんなんかずっと喋ってるんだよね。BGM。インスタフォローしてありがとう。なんかインスタフォローしてくださった方、そして投稿にコメントしてくださった方。全部見てます。なんか今日コメントしてくださった方とかも見てるよ。嬉しい、全然遅いとかないから本当に嬉しいです。見てます、ありがとうね。インスタ上手くなれるように頑張ります。全然慣れてないので。インスタグラムね、私始めたので、まだフォローしてない方ぜひフォローね、よろしくお願いします。もう8000人もありがとうございます、フォロワーさん、嬉しい。
DM 一回しか送れない、わかんない、どうなの。インスタ3つのアカウントでフォローして、ありがとう、3つも嬉しい。あみちゃん妹にしたいくらい大好き。してよ、やったやった。インスタあるんすか。あざ、嘘、インスタさまださ始めたっていうのに気づいてない方もいるよね。コウスケありがとう。そう、市原あゆみローマ字で検索したらユーザー名、ユーザー名、ユーザー名これなので。俺もあゆみやか作ったよ、ありがとう、たくさん。そうあゆみやかね、嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しい。X から X、 そう X につぶやいてるけどさ、本当はさ Twitter のその自己紹介のところらへんにインスタのリンクみたいなの貼ったらすぐ飛べるのかな。ストーリーの写真可愛かった、横顔好きクラブ。そう横顔乗せた、なんかちょっと正面みたいなのはなんかインスタはどうなんだろうと思って、まあいいだろうけど、ちょっとこうかっこつけ頑張るね。インスタ楽しい。でもインスタ始められて、自分な感じで、自分は自分って感じでやっていきたいと思います。インスタのプロフィール画像じわじわくる、じわじわ。さすがよ、そのいろんな角度から写真撮れるように頑張りますね。友達にやじゅいちゃん見せて、あみちゃんすごい人気、嬉しい。じゃあお友達をと一緒にお話し会とか連番待ってます。フォローしました、ピチュンありがとう。キーちゃんストーリー載せまくってハイライトにまとめてほしいキーちゃんをねハイライト載せますか。ツイッターでバズってるし勢いすごい、本当なんかそう、ツイッターで猫載せていただいて嬉しい。あの亀子さんの写真とかの YouTube ティフとかのね、なんか画像が載ってありがたい。インスタコメントしてきた、ありがとう、見るね。朝遅くてもぜひお楽しみに。でも本当に見守ってください、もうとっても緊張しちゃったので。フォロワーゼロだけどストーリーで宣伝した自分の記録用みたいな。インスタって何というレベルでして、そうだよね、そういう方もいますよね。インスタグラムっていうSNS がありまして、
ツイッターとはまたねちょっと全然違う感じのそのインスタグラムという SNS を最近始めまして、インスタグラムというアプリをダウンロードして自分のアカウントを作って、あゆみのユーザーネームを検索に入れたら出てくると思うのでぜひリール動画伸びるらしい、じゃあ動画頑張ろう。同じくフォロワーいないけど宣伝してるありがとう宣伝。透明な雨の中の街でランデブー、運命を無視して歩いてく、うん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 、もうない気を抜いてルル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 撮れたらいろいろ撮ってみるね。影深だけどフォローしてきました、友達に教えとくね、ありがとう。影深ね、非公開アカウント、アイミンのアクスタにキーちゃんつけてほしい。もうすっごいちっちゃいんじゃない、アクスタ自体も結構小さめだから、なんか黄色いのなんかついてるなみたいな。内性能でバキュン大好きすぎるからいつか対面で会ってしてほしい、言ってくれたらするやん。人気ないすぎるの怖い、全然大丈夫だよ、全然人気じゃないから。絶対可愛い、肩乗っててほしい黄色い真っ黄色な眩しい鳥さんを肩乗っける。アクスタね可愛いよね、好きだな、アクスタめっちゃ。アクスタメガネとかにつけてる人いる、ぶら下げて対面お話し会来てくれたりする。最近入場してめっちゃ好きになった、早く対面行きたい。次の対面いつだっけ、対面対面、オンラインはオンラインお話し会。目が落ちそう落ちないんだな、それがいつかな、わかんない、いつかね、またね多分あると思うから、ぜひ申し込み始まったら告知するから、ツイッターフォローお願いします。名刺で親近感でした、嬉しい。プロの方、どなただろう、じゃん。そろそろ配信終わろうかな、ランキング読みます。たくさん今日も話せてね、すごい楽しかった、ありがとうみんな。じゃあランキング読みます。13位、雪狼。12位、トニトニチョッパ。11位、シュート。10位、ピザマン。9位、ヤシロ。8位、ナミ。
7位レグルス、6位たくみ、5位歩みの奇跡セッキー、4位たけ、3位歩みだけのまさみん、2位タップ、1位はドゥルルルちゃんくまぷー、ピチピチ、ありがとうございます、ありがとう。じゃあね、今日もね、もしかしたらまた2回目配信あるかもしれないので、ショールームのフォローよろしくお願いします。その時は遊びに来れたら、来てくれたら嬉しいです。配信ありがとう、こちらこそおかわりさせていただきます。おかわり、お仕事頑張って、ありがとう。じゃあバイバーイ、ありがとね、みんなお仕事とか頑張ってね、学校とか今日も一日楽しもうね、バイバイ、ピュー。